スウェーデン語方言字母は、スウェーデン語の方言の音声を記述するために、19世紀に、考案された、発音記号。スウェーデン語方言字母は、ヨアンルンデルによって1878年に、考案された。国際音声記号と、同様、ラテンアルファベット及び、それを変形された文字を使い、各単音に対して一つの文字を割り当てている。文字の種類は118あるが、 印刷が不便であり、現在は使われていない。なスウェーデンのベルンハルド・カールグレンは、普通話の地位や字の母音を絶賛母音と呼んだ。中国語学では、絶賛母音のために、スウェーデン語方言字母に由来する4つの記号を使うことがあるが、これらは国際音声記号ではない。ただし本来の方言字母にあったのは、との2文字だけで、残りの2文字は、 カール・グレンが自分で作った文字らしい。例えば、看護法恩寺では、ノの字音は、北京で、t、洋州で、ts、蘇州で、ts のように書かれている。カール・グレンは、ルンデル本人に学び、また、中国音楽研究の初版は、ルンデルの出版社から出版され、後の版よりも大量に、スウェーデン語法言字法を用いていた。 なおカールグレン本人は後にはこれらの記号を使うのをやめ、絶戦母音のためにはより印刷に便利なを使うようになった。スウェーデン語方言字母の大半はユニコードに含まれていない。以下の3つの文字がユニコード5.1でラテン文字拡張 C の領域に追加された。オードバックオーバージアンフィンランズスウェンスコフォークマルで使用されているものだという。 ただしユニコードのコード表では、ウラル音声記号の拡張に含めている。2008年にスウェーデン語方言字母1 6字の登録が提案されたが、今のところ追加されていない。ありがとうございます。